はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、現在自由都市マイヤまで戻ってきました。前回ね、ニトロ火薬を手に入れてボンボヤジの、大砲を使うために、この自由都市マイヤまで、戻ってきてます。じゃあ親父の元へ行きますか。親父っていうほど親父顔じゃないけどね。で、裏庭にもいるのかな。いいね。そっか、研究があるって言ってたからね。おお、持ってきたぞ。あ、君たちは誰だ。わっ、ニトロの火薬を取ってこさせておいて忘れちまうとは随分じゃねえか。うわ、そうじゃった。あ、いや、忘れたことなどなかったぞ。で、その火薬が何でしたっけ。待ちたまえ。おお、そうじゃった。あれじゃな、わしの大砲2号くんの。先に裏庭に行っててくれ。わしもすぐに行く。ニトロ火薬は5000円で売ってあげよう。5000円って言われたからね、ドワーフに、ワッツに。あれ、早い。先に行っててくれって、お前が先に来てんじゃん。さあ、ついに完成した、わしのウルトラゴージャスターボキャノン2号の打ち染めじゃ。風よし、方向よし、オルセナに飛ばしてやるぞ。準備はいいかね。いや、不安じゃねえのかな、この中に入んの。驚くべき発明。あれ、ここはモールベアの高原じゃねえか。あの野郎、失敗しやがったな。なるほど、それでモールベア高原。この穴だらけの高原を通ることになるとは。何よここ。そうそうそう、もっとまともな道はないわけ。他にフォルセラに通じる道はないんだ。諦めて進むぞ。もう、英雄王さんに会ったらこの道の整備を頼もうかしら。そうそうそう、で、育成アンジェラだよね。ね、魔法を覚えたいんだよね、やっぱり。ダイヤミサイルが4で、あと一応見れるのがエアブラスト6必要なんだよね。これ魔法ただ覚えるだけでも結構ポイントを消耗するんだけど、やっぱり覚えていきたい。ダイヤミサイルは覚えよう。よし、これでいきましょう。で、こっち側は何もなくて、でヒットポイントとか減ってないからしかとして、アイテムを回収しながら進んでいきます。バックンチョコ、モールベアも駆逐する。レベルは11か。あっ、あっ、重いな。魔術師2人組大丈夫か。弱すぎて暴れ足りない。そろそろレベル上がんね。デュランもう次で上がるんじゃん。こういうアサシンマン系は叩き落とせばもう雑魚だな。よし、アンジェラもレベルアップか。宝石の谷ドリアン、崖崩れにより進めません。ドリアンとかなんかちょっと嫌な響きだね。臭そう。ダイヤミサイル使った。当たらん。ジャンプ攻撃当たらん。落ちろ、カトンボが。え、今
のアサシンバーグハンドルだったら17とかじゃなかったっけ。まだ戦ってる。いや11を17に見えただけか。まずアサシンバーグを落とす。落とします。ベイリング強いな。ガードっていうあれがないからね、回避はうまく使えない。これなんだ、あ、穴通ってけっていう話ね。そういうことか。じゃあ行くか。あ、先にアイテムが見えたけど、まあいいや。でこっち、こっちは一応進むべき方向は示してくれてんな。ジャンプ攻撃、タメ攻撃、バットも。これだけか。特にアイテムはなかったね。え、これどうやっていくの。ジャンプ、ジャンプしていったんだけど、あ、これね、謎のやつ。いけない。モールベアを倒す。これジャンプできる。いや、いけなそう。どうやっていくんだ。まあいいや。ん、どっち側、こっから出てきたんだよね。でも普通にこっち行くしかないか。あそこのアイテム取りに行けるかな。いけない、この中には入れない。キラービーみたいなのがいいな。ギャルギャルな。しかも一発で落ちないんだけど。うお、ダイヤミサイルとかで落とせないかな。すごい回復、回復プリーズ。でこう、あ、ちゃんとデュランに行ったな。誰をやりますかっていう選択肢がないから、あ、これあれか、穴を通っていくってことか。ギャルちょっとうわ旋風やり、あれ食らうとかなり危険だな。どっちだ、いけるよっていう案内だけだね。別にこっちだよっていうものでもない。いや複雑だ。近場から行くか、とりあえずここに行ってみよう。どこだこれ、全然わかんねえ。このギャルをなんとかしてくれ。2回しか攻撃できないの。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って、回避。なんか強攻撃で叩き落とせんじゃん。ヒットポイントはちょっとアンジェラがまずいか。てかみんな減ってんな。いや広いな本当に。落ちろ、なに、一発で落ちない、強攻撃でも落ちない。止まれる前にぐわ倒したかったけど。喜んでないで、先を急ぐぞ。俺一人で十分だ。一人じゃ無理だってば。ローリングにはやっぱ、あ、やばいやばいやばい、アンジェラがやばい。シャルロット、なんとかしろ、なんとかしてくんない。でシャルロットもまずい。一戦闘で使えるのはアイテム9個までですね、ストックできるのが。でこのリングコマンドに
設置できるのが12個まで。30個持っててもこの1回のバトルスタートで30個は使えないっていうこと。補充はされるんだろうけど。やばい、今度は俺がやばい。シャルロット、てかマジックバーがないのか。シャルロットそんなにもう使ってた。ホーリーボールが直撃した。この辺の敵は全滅させたようだな。でここに来たわけか。天使の聖杯レベルが上がればね、ヒットポイント回復するっていうのはマジックパワーもでかいんだけど、あと壺とかやっぱりちょっと逐一。35か。いちいち喜んでないで、崖を急ぐぞ。すぐに叩き込んで。このキャッピーがやっぱり、あ、旋風やりはちょっと食らうと回ってるからね。使うか。十文字蹴り。この辺の敵は全滅させたようだな。シャルロットのマジックパンももないしな。てかいくつ使うんだ。マジックパン5か。行きましょう。あれなんか対して探索ってか穴やってないけど、野生のモールベアに注意。でもまだレベル13とかか。だから通常の攻撃が弱いんだよな2人。魔法も連発できないからね。あ、戻ってきた。モールベア高原全然探索してないな。あ、敵変わってんな。もうラビレベル1とかではない。そもそもの敵の出現が変わってる。範囲攻撃やっぱすげえ使いやすい。これよし、 OK。 もうちょっとレベル上がりそうだけどね。オルセナに帰ってきた。やられている。これはしっかり。魔法王国アルテナの兵士たちが攻めてきた。英雄王様が危ない。あ、魔法はちょっと部下悪そうだな。草原の国フォルセナは魔法王国アルテナからの突然の攻撃を受けていた。よし、お前たちはもういいぞ。これから城内に魔法生物を召喚する。退避している。そう、グレンの魔導士め、また現れやがったな。今度こそ。よし、急ごう。ここを陛下で危険だ。フォルセナの兵士だけじゃなく、アルテナのみんなも倒れてる。今日も戦えるだろうね。なんだ、寝てるだけだな。気を失ってるだけだ。なるほど、だからここに回復ポイントがあるのか。このまままた2階へ行けばいいのかな。お、いる、マシンゴーレム。ちょっと一回裏を、裏取って、裏取ろう。ミサイル効く。ヒールライト。え、そんな。この辺の敵は全滅させたようだな。これも魔法生物だ。マジシャン、魔物のタグか。この辺の敵は
全滅させたようだな。これ一人で十分だ。てか城内から撤退しろみたいなこと言ってた。あ、二人ともアンジェラが倒した。よし、レベルアップ。これレベル1上がるだけでだいぶ違うからな。おっ、ちょっと待って、集中しすぎだろ。ちゃんと行動して。やばい、やばい、逃げる。ベンダーはまずいんだよね。反攻撃だな。ちょっと待って、一撮り一撮り。いや、ダイヤミサイル来る。敵のダイヤミサイルが来る。エアブラストも来る。回避。いや、37。敵の2人にさ、どういう行動してるんだ。結構減ってないね。あ、アンジェラは減ってるか。よし、アンジェラレベルアップしたから回復した。え、まだいる。なんだ、キャニコンヘッド。あー、ガードガードパターンか。しかも使うか。2人当たれ。よし、100は残しとこう。倒せるやつがやっぱ数を減らしていこう。こんなもの。よし、ブレイク。50も食らうのかよ。ちょっと待って、結構きついぞこれ。回復ポイントないかな。さっき回復ポイントあったばっかだから。まんまるドロップ1個ずつ使う、いけんのかな。右とかこっちとかなんかありそうだ。2階か。いける？あ、いける。あ、封鎖されてる。ただ攻め込んできてるからか。え、違う、こっちでもない。じゃあこっちか。ユニコーンヘッド。やばい、俺のヒットポイントが今度まずい。え、誰？アンジェラが今度まずい、まずい、まずい。回復は間に合う。今度ちょっと本当にやばい。いやー、まんまるドロップの消耗が激しくなってきたな。これマジックパワーツボでしょ。助かる。ちげえ、ただのツボだった。紛らわしいもん置いとくんじゃねえよ。まあ、確かにボルセナにマジックパワーツボを置く意味はないから。これユニコーンヘッド危険なんだよな。アイススマッシュもちょっと一回攻撃したらもう距離を取らないとヒットアンドアウェイで。よし、ここはチャンスかな。こういう時だ。この辺の敵は全滅させたようだな。これアイテムとかちょっと結構逃してそうだな。70円。あれ、ここはこれだけ。こっちだって行けないから回り込んでいかなきゃダメか。下の敵が復活している。ユニコーンヘッド、ほんと危険。強いからな。いい、50。来た来た来た、待って、逃げろ。レベル16。ちょっと待って、高いぞこいつら。レベルがちょっと無理。何くらいに行ってんだ。ユニコーンヘッドもレベルが15。逃げろ。あ、無理だ、とっさに逃げられん。逃げろ。女神像がある。ちょっとレベルもう1くらい上げたいけどな。まあいいや、そのまま進もうってか。待ち構えてんだけど。何体いる？こっからさ、なんかエアブラストじゃなくてダイヤミサイルとか打ち込みたいんだけど。先手必勝でまず2発。うわ、
範囲攻撃。やべえ、これはまずい。逃げろ。で、逃げる。まずガンを全然崩したいな。やばい、死んだシャルロット。逃げろ。これ使ってると動けないからね。いや、ダメだ、使えなかったか。逃げろ。みんなのヒットポイントまでちょっと気が回らない。これ逃げる。よし、一体排除。あとはお前だけだ。ここ結構経験値ためのやつだ。297か。ちょっとどういうあれになってるか。一回ここで回復するでしょ。復活してる。あ、復活はしないか。いけるかな。アイテム回収。金も貴重だけど、まんまるドロップも欲しい。まあ、全部で何個あるんだ。アイテム落ちてない。この、おお、宝箱。天使の聖杯、さっき使ったからな。で、ちょっとボス臭がするんで、少しアイテムを編集しよう。リングコマンド。まんまる必要、パックンチョコ必要、を蜂蜜はまあまだいいや。くるみちょっとセットしよう、これ。マイコニドはいらないな。で、プイプイソいるでしょ。星屑のハーブって何。魔法効果、味方。あー、なるほどね。天使の聖杯は絶対必要。魔法のロープ今はいらないんだよな。あ、違う。なんか不思議なクッキー、一定時間バトルでもらえる経験値が 10% アップ。あ、これなんかボス倒せそうになったら使いたい。金運アロマもうセットする必要自体はないよね。魔法アイテム、モールベアの爪、土属性を付与。まあ入れとくか。アロマとかちょっとアイテムのためにいらないな。敵の攻撃力ダウン、ダメージ、敵の全ステータスダウン。シャドウゼロの瞳か、悪くなさそうだな。効くかっていう問題があるけど。ドリアードの像、ああ無効化か。ちょっと少ないけど、こういうのはでも使っていこう。水属性、ドリアードの像はいらない。金運アロマね、まあいいや。まだフフフ、動けまい。いかに英雄をといえど、魔法で動きを封じられてしまってはどうすることもできないだろう。やはりアルテナのグレンの魔導士か。なぜバルダは、いや断りの女王はフォルセナを攻める。世界中のマナストーン占領のため、フォルセナが邪魔になる前に潰せとのご命令だ。いつまでも過去にはこだわらないと申されている。そうか、残念だ。聞きたいことはそれだけか。うん、了解。では死ね。待て、ほほ、いつかの小僧か。覚えておくぞ、また会おう。引き際いいな、こいつ。待て、くそ、逃げるのか。俺と勝負しろ。グレンの魔導士、今度会ったら必ず。国王陛下、ご無事で。デュラン、戻っていたのか。英雄王さん、母をご存知なの。ではそちは断りの女王ヴァルダの娘だというのか。でもお母様は私を抹殺しようと。なんということだ、ヴァルダに娘がいたとは。何なの。いや、すまん、何でもない。何
をもったいぶって気になるじゃない。ケチケチしないで教えなさいよ。こら無礼者、徳王陛下に向かって何ということ。いや構わん、すまんな王女。いずれわかることかもしれんが、今は知らない方がいい。それにバルダの様子も気になる。あの心優しかったバルダが娘を殺そうとすると。英雄王様、私たちはマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しています。マナストーンの場所を教えてください。フェアリー、そうか、お前たちが。かつて竜帝との対戦の時にもフェアリーを見たことがある。実はわしもフェアリーに選ばれし者だったのだよ。え？残念ながらそのフェアリーはわしを残して竜帝にやられてしまったが、こうして再びフェアリーが現れたということは世界に危機が迫っているようだな。マナストーンは世界に8つ存在する。それぞれ土、水、火、風、光、闇、月、木の8元素を生み出していると言われている。マナストーンの近くでそれら8元素に属した精霊たちを見つけられるだろう。光の精霊ウィル・オービスプと土の精霊ノーモンは見つけました。軽いやつらだな。残りは6つか。商業都市バイゼルから船でパロに渡れ、山岳地帯ローラントには風のマナストーンがあるはずだ。わかりました、必ず見つけてきます。残りのマナストーンを探すためには風の精霊ジンの助けが必要になるはずだ。ジンを見つけたらまた戻ってきたまえ。頑張れよ。バイゼルへ向かう方法を探そうと。どれだけの被害が出たんだこっちの国は。国王陛下が無事なのはあなたたちのおかげだ、感謝します。なんか装備が貧弱になってるな。君のような若者が国王陛下をお救いするとはいやはや大したものだ。まあこれは全多分主人公に対応してるセリフだから、別にデュランだからどうかっていうことはないんだな。まあとりあえずじゃあここのセーブポイントで一旦終了しますか。じゃあ次回は、バイゼル方向へ向かって風のマナーストーンですね、探索をしていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。